はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今日はね、日曜日よいしょとね、はい、5月の14日日曜日9時22分だね。画面見ると55分になってるんだよはい、そんなわけでね、一発目は楽天モバイルね、楽天ハンド今1円で購入できるよね。4月からずっとやっております。もうちょっとしたらもうそろそろ1ヶ月ぐらい経つんじゃないかな、これね。長いキャンペーンですね、長いお付き合いの長いの乗りよりもね、長いかもしれないね。台数制限無視、判定の鍵は幻の担当者ね。もう皆さんもご存知のように、最初はね1人10台、ね、毎月10台、ね、毎月10台っていうのは1アカウントで10台まで同時に、ね、登録できるよっていうことなんだよね。10台まで登録ができる。で11台目は登録ができない、ね、でその1アカウントにつき1台1円で買えるよ。だから 10回戦申し込むと10台、ね、各1円で買えるから10円だよ、10台10円だよっていうね、そこからスタートしましたね。なんで毎月って言うと、その月以内に10回戦ね、テニスは全部キャンセルして、またまた翌月の0時、ね、変わった0時0分0秒にリセットされるんで、そしたらまた次の月に10回戦、もしくは、まあ、1回戦につき、ね、1年なんで、毎月10台なんだ、ね、1年キャンペーンやったら、じゃあ、120台、120円で、ね、120台手に入るっていうね。あ、すごいキャンペーン始めたなと思ったんだよね。そうしたところね、お一人様2台になってしまった、ね、あっという間に2台になっちゃった。だから最初に飛びついた人はうはははって感じで、で4月の28日に16時前後にね、1人1台制限だよっていうふうに発表になりました。で、実際はお店の方は予約した方なんかはね、もう条件変わったんですよということで、2台目の予約をした方も電話が来てね、却下されるってことになりました。まあ、チャレンジした方はね、そこは細かいこと言わない、2台目ですけど言わないで、チャレンジした方はお店でも通ったという方もいらっしゃいますね。であとはその通常ね、まあ条件が重なるとチャレンジしてると突破できるね。4月28日以降2台目行けました。いや3代目行けました、ね、4代目行けました。続々と報告がたくさんの方が、ね、突破できましたっていう、まあ、そういう報告があって、で皆さんはいろいろ条件をね、私はこうして激進してこれで成功しましたっていう、まあ、そういう体験談をいっぱい書いてくれるので、おじいは皆さんのねその体験談を拾って紹介しています。なので、まあ、各自皆さん参考にしながら独自のやり方、独自の時間帯、ね、独自の本人確認の方法でチャレンジされてみるとよろしいかなっていうのがおじいのね、チャンネルのアドバイスになります。であれはですか、これはこうですかってね聞く人、おじい楽天の人でも何でもないから、ね、おじいに決定権は何もないので、ね、各自判断でお願いいたします。はい、まず一人目、新しい文字に行きたいと思います。ね、おしげさん。楽天ハンド 5G モバイル Wi-Fi 1台ずつありますが、運転免許証だと通らなかったので、マイナンバーでは通りました。こういう方結構いらっしゃる。LINE もでも運転免許証では通りませんので、マイナンバーカードで通りました。マイヤーは運転免許証では通ります。いずれも同じ画像です。ね、こういう例もあります、ね、押してもダメなら引いてみな、免許でダメならマイナンバー、ね、そんな感じ。みんなもマイナンバーカード持ってんのもう結構浸透してきたの、マイナンバーカードって、ね、はい、窓橋さんだね。楽天ハンド 5G 楽天 Wi-Fi ポケット 2C キャンペーン中、1回戦まででの備忘録です。1回戦に解約になってから激進してます。まだ進行突破してない、ね、間にパンダ Wi-Fi を契約しましたっていうことなんだね。
はい、備忘録1回戦目ね、キャンペーン開始前から利用してるよということで、ポケット、まあ、これは普通に去年申し込んで回数もね去年、はい、2回戦目だね、ここからね、キャンペーン中10回戦まで OK だった時だね。この時は4月の22日13時頃に申し込んだ、ね、回数完了したよってことです。 5G ね、これがだから2回戦目、1回戦目、2回戦目で、これは1個目ってことだね。はい、で3回戦目はこれは5月の4日22時頃ね、激震したよってことなんだね。で6日にね、諦めないで1時頃回線完了しましたよってことで、5月の6日に申し込んで2個目ハンド 5G が突破してる。だから4月の28日以降に2台目が普通に突破できているということです。で、4回戦目は5月7日の申し込みで激震、ね、受け取り時あの佐賀急便だね。で、同じく4回戦目は5月の8日に申し込んで22時頃で激震、ね、本人受け取りで、次のチャレンジは5月の9日21時頃、ね、受け取り時に自宅で確認、これ、もう開通したんだね、13日にね、これで突破できた、ね、っていうことです、ね、あの3台目が、ね、5月の9日で 2台目が4日の申し込みで7日の申し込み3台目っていうことだね。おめでとうございます、ね、そして5回戦目レッドが欲しいチャレンジ中ね欲しいと同じ。はい、まあ皆さんね参考にしてください。はい、高井さんこんばんは、元気のおじお疲れ様です。楽天ハンド 5G 今日5月13日午後4時頃確認したら白在庫切れになってました、ね、そのね、もう13日の午後4時頃その日付が変わってもう1時頃には白はね在庫切れになってたと思うこれね、4月30日以降3代目3回激震しています。今日午前2時頃3代目申し込みましたが午後8時現在準備中です。発送中は厳しいかも、ね、あのカバレンスで発表してから一気に殺到してる ね、あの本当混雑してきてるね。はい、イーグリジャンプさんはじめまして、私は5月10日17時27分に申し込み11日発送完了、本日受け取りです。3代目も無事ゲットしました、ね、これで3色コンプリートしました。1代目2代目は来週制限のない時に申し込みしました。免許証での本人確認です。私は審査落ちはしていません。3代とも物理 SIM で申し込みしていますってことだからね、あのどっちの SIM で申し込んだかっていうのはもう関係ないっていうことです、ね、ありがとうございます。まあ、こういうね実際の注文した方の、ね、情報をいろいろご自身でデータを解析しながら考える、これが大事です、ね、はい、たくまさん、私は1年間無料的に契約してました。その会社は去年3月に MNP で OCN へ移行しました。先月久々楽天モバイルを新規で申し込み楽天ハンド 5G 赤をゲットしました。4月29日申し込み5月2日受け取り、もう1人1台制限になってからの申し込みなんだね。で届いたまま放置、ハンドの開封も eSIM の開通手続きもせずにしていました。で5月8日に2台目を申し込もうとしたら、前回の申し込みが契約者情報の検証中のためこの申し込みは実行できません、お手続き完了後再度お申し込みくださいと表示されできませんでした。なのでハンドとは別の端末で eSIM 開通手続きを行い、5月11日に再チャレンジ、その際午前2時に申し込み本人受け取り確認しろ、1台目上がった。で eSIM MNP で MNP で取りやすいかなと思って、ですんなり通り先ほど受け取りました。所有回線を開通していないと追加申し込みできないのかな、 eSIM の場合。
2代目はおじいのリンクホンで申し上げました、1年前忘れましたってことで、ね、まあ、これを見ると放置してた、ね、放置すると次が通らなかった、ね、そういう例があります。でおじいは今ずっと激震しているので、そうだね、最後に来たやつは放置だね、確かね、うん、放置なんだよこれね。で開通しようにももう解約してるから、解約してるからね、本当。でもあの開通、要は荷物を受け取ったら開通になるね、開通になる、で課金が開始される、もう支払い済んでるからね、4月分ね、もうみんな請求来て、請求されたでしょ、ね、もう課金が終わっております。でおじいはこれについては回線は回収していないんだよね、これはね。それで今ね、あの激震が続いております、ね、ここのところね、ちょっと気になるよね。多分他の方も誰か言ってたんだよね、回線でも回線の回数関係ないよねって言ってる人もいるしね、本当。それで通ってる人もいるので、うん、だから分からない。放置で通ってる人もいる、で放置で通ってないおじいもいるね、そういうことです。もうこれもね、一つの情報だね、データだね、これね、ありがとうございます。はい、次ね、マークさん、劇団おじさまお疲れ様です。新風完璧な人いるんですね。私は4月に1円半導2台、物理シムと E シムで4月30日に2回戦解約し、3代目6回激震、5月3日3色コンプ1円半導プロ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 落ちるので、ホワイト気に入ってるので予備4代目チャレンジ、4回激震、3回戦目は物理シム回収手続きしないとほったらかして5月12日ね、開通しないでほったらかして5月12日 AM2G E シムで免許アップロードで申し込み、5月13日ヤマト便でホワイト配達されましたね、ほったらかしなんだけども通ったね、物理シムとか E シムとか開通手続きは関係ないと思います。申し込みできればチャンスはあります。ホワイトは在庫なしなので、欲しい方は在庫あるうちにチャレンジしてみてくださいということで、このねマークさんのこの情報もものすごくためになる情報だと思います。これね、だ開通手続き次第で放置で通る。でおじいもだから厳密に言うとね、こうやって何にも開通も何にもしないでね、解約やってるんでね、注文到着解約万歳なね、豊作練習が過去に2回ぐらいあったんで、正直ガンガンやってたんでね。はい、次はね、横文字さん、私も全部免許証で3台行きましたよ。そもそも1回目が通ればそのまま同じものを使えば落ちるはずもないわけで、免許証で落ちるのは文字がブレてるからでしょうね、そうだよね。で元気なおじいね、こういう意見もあったので、P30 ライトと楽天ハンドでの撮影で落ちてるの で過去にね iPhone でやるといいよってね言ってた人が多いので、あでわざわざ iPhone を SE 充電してマイ楽天モバイル入れて、でそれから申し込んだ今回、ね、でちゃんとバッグを黒のクッションを引いて、でピシャッと取ってやったけど激震しておりますね。本当ね、わからん。あとあれなんだよね、佐川急便で本人確認受け取りにしているのに、本人確認でね、どの子のってそれで蹴られてるんで、お前嘘だろこれっていうね、まあブラックになるとそうなります。はい、次 A さん、ね、楽天ハンド 5G ホワイト1ブラック1 Wi-Fi ポケット 2C ホワイト1 E シム1、ね、まず5月の2日11時59分に E シムで、回線完了ね、もう1回線で査定ポイントで、7日の日にレッド申し込み、これは午前3時12分だね、物理シムで申し込んで9日にキャンセル食らう、で翌8日にホワイト物理シムで申し込んで、キャンセルを食らう、で11日
0時31分にレートで申し込んで、eSIM で申し込んでお届け準備中になる、ね、で13日ホワイト eSIM、 これは お申し込み内容を確認中です。13日にハンド 5G ホワイト申し込み途中で、ホワイト在庫なしになってたけど誰か申し込みできてしまった、それがホワイト在庫なしになってましたってことなんで、まあ、これあれなんだね、ちょうど時刻が13日でしょ、14日でしょ、おじい申し込んだの、これね、ホワイト1回在庫切れになって1回復活してるはずなんだよ。ね、あとでちょっとおじいのやつ見るけど、今日14でしょ、12日の日付が変わった時に確かもうないはずなんだよ。おじい今ブラックで申し込んでるから、おととい、ね、そんな感じです。ここはなんかね、2人で盛り上がってるね。塚田さん、今見たらホワイト売り切れになってます、ね、で2代目チャレンジしてみようかな、申し込みましたが出てきて、うん、でホワイトの在庫復活、ほらね、ホワイトの在庫復活したので諦めずに4代目チャレンジ継続中ということで、ホワイトは1回在庫切れになって復活してるんです、これね。で、亡くなった。だからね、あのカファレンスの後に殺到してるんだよ、わーっつって、作戦成功なんだよ。早くしないと、ね、あのパートナー回線使い放題バザーイで、で散々、いろんな、ね、有名どころの人の情報を見て煽られて、おおこれはっつってね、だったらっつって、じゃあ au 回線申し込むより楽天使った方が安いじゃんってことになって、おなんと同じ KDDI の回線だったら、じゃあそっち使った方がいいですよね、日記オッパで近い放題だ、まじゃーいっつってね、で言って、おおパートナー会社これねえじゃねえかよ、どうなってんだよっていうね、っていう人も出てくる。で、あと東名阪だね、東京、名古屋、大阪ね、あとまあその他繁華街とか、まあ重要なところはパートナー会社復活ってことでね、あの順次つながるようになるんでしょうきっとね。まあ、そういうところの人以外は釣られただけ損あれパートナー回線入らねえっつってね。はい、次ね、劇団人質もお疲れ様です。そして配信ご苦労様です。いつもおじいのビールを一緒に飲むところ、食事も一緒に食べてるところがいいですね、見ていて痩せそう。昨日ね、あの近いだったんでライブでもやりながら、お話ししようかなと思ったんだよ。で、ねカメラもね、うん、ロジクール仕上げてチャレンジしようかなと思ったんだけど、ちょっとうまくいかなかったんだね。なんかね、前もそうなんだよね、なんかあのブラウザでやろうとして成功するのと成功しないのがあるんだよ。成功しないときは音が出ない、なんでだろう、なんあのちゃんと設定はなってるんだけど音が出ない。だあのおじいのライブね、見たことある人いるかもしれないけど、音ない音ないっつって、おかしいなって、あれ繰り返すんだよね。あ、なんでなんだろうなと思って。でもう一個の方法は OBS を使う配信のやり方があるんだけど、あのめんどくさいんだよここだと。あのあちらね、いつものベンチに座ってやってる方だと、あそこで配信やったりとか収録してるときはあのやりやすいんだけどね、こっちだと OBS の配信はすごいちょっと面倒なんで、ね、なんであと OBS がね Windows 10専用になっちゃってあっちでできなくなっちゃったっていうのがあるんだよ。で古いバージョンを引っ張り出したいけどどれがいくのかなってもう分かんなくなっちゃって、本当ね最近参ってるんだよね。あのいろいろ便利に使ってたやつがアップデートしたら Windows 7で使えなくなるっていう、おーふざけんじゃねえよみたいなであと何だっけ、先日プロジェクターね、最後お値段の紹介のところがね切れてるよって視聴者さんから教えてもらって、でデータをアップし直したんだよね。でこれもね本当ドッキングアプリは同じの使ってるんだけど、いつもと同じの使ってるんだけど、だっけ
なんとか5プレイヤーって、あの、枠なしでスクショが取れるプレイヤーがあって、広告うるさいんだけど。で、それで再生すると、引っかかるから、今まで、あの、やめてたんだよ、アップを。で、ところが、メディアプレイヤーで再生すると、ちゃんとドッキング成功してるんだよ。はい、お値段はって切り替えて見れるんだよ。あ、じゃあこれ、ソフトの問題じゃんと思って、ちゃんとメディアプレイヤーで再生できるからと思ってアップしたら、見てる皆さんが、あの、最後のお値段紹介、ドッキングまた失敗してるんじゃないのって言うから、あーと思って、じゃあメディアプレイヤーがいい式だったんだと思って。なのでね、あの、また、新たにドッキングし直して、で、MP4 のね、ドッキングできるソフト、無料のソフトって、あの、おじいが使ってるやつがもう唯一それしかないんだよ。あの、フリーソフトでね、他のやつは体験版とか長いのができないとかいろんな条件があって、あの、いろんな、もうネットでググってもう何年間も調べまくったこの問題は。でも全部嘘のインチキのフリーソフトって言いながら、あの、有料のやつね、あの詐欺のやつが多いんで、あの、ネット情報ってみんなそうじゃん、だし詐欺情報しかないから、だからね、もう、あの、信用できないんだよ。で、唯一 Windows 10だと、あの、なんだっけ、フォトっていうのに入れるとドッキングできるんだよ。で、楽天ハンドで、あの、ちょっと長いのがあったりとか、日付が古いのが前後したりとか、なんかデータがどうなってるのか分かんないけど、あの、それ順番通りにドッキングしてやってるんだけど、通常のやつだとミスる、なんかデータの問題だね、ミスる場合があるんだけど、Windows 10のフォト機能を使うと綺麗にドッキングできるんで、ただデータをこっちに転送するまですげえ時間かかるのと、で、あの、この PC で、それ用の PC じゃないんで、なので、あの、処理をすると時間かかるんだよ、MP をドッキングのように。で、ドッキングできたのをまたあっちに戻してアップロードするのに、まあ、すげえ時間かかるんだよ、これが。かといって、あの、今、一番最速のマシンは1階にあってね、それが Wi-Fi で飛んでるので、だ、あの、速度が遅いんだよね。だ、あっちに転送して、あの、編集して戻すと、それまた、すげえ時間かかる話なんで、いや、めんどくせえなと思って、ね、まあ、いろいろ宿泊しております。まあ、それはいいとしてね。私は3代目の楽天ハンド 5G Pro Kセット合計1980円のやつを、深夜3時半頃に申し込み完了しました。これまたヒントだね。深夜の申し込みが、あんのポンのターンの担当者がいる時間帯みたいですので、3代目を狙い、通過すればコンプリートできます。ね。そう、その深夜の担当者も、一人だけではないから。ね。そこが味噌なんだよ。本当に。もう、あの、その、深夜のガチャで当たりを引かなきゃならない、担当者を。ね。あの、まあ、そこそんなに人数は多くないと思うよ。数人だと思うんだけど、そこ突破できれば OK なんだね。で、今回は初めて楽天ハンド 5G 赤で写真撮影申し込みしました。いつものように運転免許証の写真アップロードです。過去に楽天ハンド 5G で3回アップロードに失敗する経験があり、お、今回は事前に運転免許証の表裏の写真を撮影フォトに保存しておきました、ね、で、今までアップロードに失敗したのは写真がピンボケだったからかと思って、今回は事前にピントがあった写真を準備しておくことにしました。おじいも免許証の写真を撮影してアップロードするときには直接撮影アップロードしている時に前もって撮影保存しておくことを示す。あのね、楽天一番最初の時は、あの、スキャナーで取り込んでやったりしてたよ、エプソンの。もう今もうそれあげましてあげちゃったけど、なんだっけ、エプソンのインクジェットあんじゃん、スキャナーついてんの。あれでやるとバッチリなんで、それを使ってたね。もう今もう、あげましてあげちゃったから、ないけど。ね、自分ではピントが合っていると思って写した写真でもフォトに保存しておいて、後から見てみるとあれでこんなはずじゃ、ピンボケしてるって思うことが何回もありまして、撮り直した結果、免許証から20センチ離してズーム機能を使って適当に大きくしたものが一番綺麗に撮れていましたし、本日のアップロードもスムーズに受付完了されましたっていうことみたいです。だ、ここ重要だよね、本当。
でもそうだね、こうやって写真すると枠があるので距離はもう一定の距離になるんだよね、写真のね。だから楽天ハンドみたいなやつだとなかなかピントが合わない、ね、あるよね、そういうのはね。で iPhone でやっても美味しい、激震してるんで、で写真を撮って保存してそれもチャレンジやってるんだよ。でそれでも撮んない、おじいはね。まあブラックになるとそうなんだよね。で、今までの2台の申し込みは全て iPhone で直接撮影したものでしたが、あ、やっぱ iPhone で激震してたんだ。でスマホの機能によりカメラの性能特性がありましたので、ピンポケで返品交換するのではなくて、やっぱりその機種特性に合った使い方をすべきと思います。この前にピンボケで初期不良で交換とか言ってた人がいましたが、その後どうなってやら、ね、うん、そうだ、ああいう人ってこうなんか通りすがりで何か見つけてペッてねつぶやいてるけども、見てる人じゃないとね、そもそもおじいの動画を見る習慣がないから、拾って紹介してもそれを見ないからね。あ、いるんだよ。だからこの返信でピロリンって来ないと見ないっていう人がいるからね。だからおじいはだからいちいち返信でやってたらもう毎日たくさんいただいてるんで、ありがたいことにもうとっても追いつかないね。だから本当厳選してその話題の時にピックアップして撮って、あとは見たよってこうねハート返しぐらいしかできないんだけどね。だからおじいとしてもほらやっぱ動画を見てくれる視聴者さんね、あ、自分のコメント紹介されたっつって、これを楽しんでくれるのがやっぱ視聴者さんだと思うからね、こうなんか困った時にはね、やっぱりこう、あ、いつも見てくれてるなって視聴者さんのコメント拾いやすいよね、どっちかというとね。ただそればっかだと偏るんだよ。おじいはライブ配信から来てるんだね、もともと。でライブ配信は囲いさん重視で、お金投げてくれる人重視で固まっちゃうっていうのがあって、新規の人がなかなか入り込めない、そういう空気があるんだよ。でおじいそういうのはすごい大嫌いだし、つまんない。昔のアイドルのツイキャス見に行ったらそういう雰囲気バリバリで素人配信やってるからつまんない、ね。でおじいはだから自分がリスナーをねやってる時の気持ちっていうのを絶対に忘れないね。だからおじいのサムネもだその気持ちがこもってるサムネなんで、ね、元気なおじいのよく金太郎みたいだって言われるけど、金太郎みたいに自分でマウスで描いたやつなんだけど、ね、金太郎みたいな絵はあれはおじいがね、日当たりのマナちゃんのリスナーで毎日ね、あ、僕たちの配信時間だって言いながらね、毎日風について見た時に応援サムネでね、マナちゃんのあれ見に行くときはサムネに変えるっていうね、これで作ってたんだよね。通常モードと配信を見に行くも応援モードとかこうなんか色違いで作って、誰も気がつかなかったけどね、それね。でやっぱコメント拾ってもらえると嬉しいしね。でなんかラジオのほら生配信ラジオのね生でやってるのをそのままシーカスやってくれて、ね、音楽流してる最中にこうちょっと拾ってくれたとかね。お便りなんかメールとかファックスで受け付けてるからね、出して採用されると嬉しいもんね。おお読まれたぜっつってね、やっぱねワクワクするもんなんだよ。だからその楽しかった時のリスナーの気持ちを絶対に忘れないっていうね、その方針でやってるから、取り締まりの人のコメントも平等に扱って拾うっていうね、まあ、おじいのチャンネルは主義チャンネルなんですこれね。だから本当ね、初見でコメント拾ってもらってってたまにか書く人がいるんだけど、いかに他のところは初見招待をされてるかっていうね、まあ、そういう経験されてる方ではないかなとおじいはそう思ってますね。はい、次行きましょう。元気な日もお疲れ様です。結果報告になります。予想通り無事に通過して本日午後9時過ぎに発送連絡が入りました。あ、これさっきあれだね、おじい新しい文字からこう遡ってるから、今回いつも古い順に行くんだけど今回新しいって書いてるからね。
でやっぱりあのパンのターンの担当者がいる時間帯に申し込みしたのが良かったのかな。神様みたいな担当者様ですね。真面目に一人一台を守っている担当者もいるかと思います。今回は私はケースとセットで申し込みしましたので、確率9割ぐらいは大丈夫だろうと思っていました。転売目的ならケースは注文しないので。なるほどね。ちょうどスマホスタンドが切れてしまったので半額になっているケースもセットで注文しました。これで3台コンプできました。おじいありがとう。おじいも頑張ってください。おじいのお疲れ様に乾杯ってことだよね。ありがとうございます。ちょっとね、おめでとうございます、ね、買ってね、注文ね、注文のチャレンジ、チャレンジャーで突破できるまでの過程を楽しんでもらうね。ダメ元なんだよ、ね、で激震してクーじゃなくて、まあクーってなるよ、クーってなるけど、激震して当たり前なんです。表ルールはお一人様一台になってるんだからね。激震して当たり前、ダメ元なんです。でも今の世の中はみんなね、ああどうせダメだ、で国会ではダメだってそこで諦める人が多いの、ね、でおじい世代は諦めない、ね、よくいろんなおじいの時代いろんなところに勤めるとね、やっぱ昔の本当に昔の人たちが、ね、経営者だった会社が多かったからね。だからね、その考え方が違うんだね。本当ね、こうやってあるからああやって書いてあるからと思って、そのやる気と根性、ね、そういう時代があったんだよ。まあ、今の時代には通用しないかもしれないね。これでもね、おじいは今ネットの中でいろんなところをお話ししても今でも通用するものっていうのはいっぱいあるんだよ。でおじいの雑談でよく言ってるのがね、例えばおじいの場合は高校中退にならないんで1年で辞めちゃってるから2年に行かないと中退にならないんだよ、ね、でそれ知らないからね、よく中退で書いてたけど調べられると中退の履歴にも入ってないんだよ。だから入学式の写真とか納付したね領収書とか見せて、いや確かに言ってますよって言って、なんでだろうねって会ったことがあるんだけど、後から調べたら2年に上がらないと中退にならないあそうなんだと思ってね。なのでおじいね、中卒なんですね。字も読めないし全くね。で、まあ、学歴がないので学歴社会と言われた時代なんでね、条件っていうのは大体高卒が多いんだよ。で学歴不問っていうのは大体力仕事か運転手か、もう こういうのしかないんだよ。あと流れ作業かっていうね、そういうのしかないんだよ。でもね、チャレンジ精神だよね。でうちの親父なんかもよく言ったけどね、てかダメ元でね、その気持ちがあるなら一応聞いてみるだけ聞いてみればいいじゃん、やりたいことだったらっていう。だおじいの時ってのはね、よくチャレンジしてたよね。連絡バンバン電話してたね。すいません、今これ見てるんですけどもね、この条件のところで学歴ないんですけども、でもどうしてもねちょっとやりたいなと思ってるんですけど、面接だけでもしてもらえませんかって感じでね、連絡すると、あとなんかちょっとお待ちくださいで、ピラピラピラってなんか商談に行って、じゃあ分かりましたってね、いつ来れますかって感じで、じゃあ一応来てくださいみたいなね、そういう風になるんだよね。それで結構面接行くとね、だいたい古いね、まあもうその時のね頑固世代なね人たちがやっぱ上でしょう。それとだいたい話すると叱ってくれる場合が多かったね。本当ね、今はもうマニュアル世代がそういう今世の中を動かしてるから、マニュアルに従ってパン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 って、だからみんな来たもので本人みんな書類選考でバババババってこう落とす時代でしょ。それがね、まあ時代が違うっちゃ時代が違うかもしれないけども、うん、でもおじいはでもいろいろこれ YouTube やってていろんなものを紹介しても、とにかくチャレンジ精神あるのみでね、いろいろアタックしてるんでね、若い頃にそうやって経験したことを
基本的に考えてることをでやらないでダメだよなって諦める。だ今 YouTube やっててもアクセス数はね少ないしチャンネル人数も少ないし、ねこんなんじゃ相手にしてもらえないよっていうそういうなんか常識みたいのがあって諦める人が多いじゃん、ね、でもおじいの場合は諦めないんだよ。諦めない、ね、一応アタックする、ねまあ、そこで今、回ってるんでやりたいことができてるので、うん、楽しんでるんだね本当。であとはもうちょっとこう桁がもう一個あと1個でいいんで、ね、桁が上がって、チャンネル登録人数と、ね、視聴回数があと1桁でいいんで、せめてあと1桁上がってくれると楽になる、ね、で今は本当に娯楽なんだよね、道楽、うん、本当趣味で楽しんでやっている、ね、で 石の上にも3年まあ、昔からそうなんだね。何をやるにしても3年は修行、ね、で仕事もできないのにね休みはどうですか休みをください、ね、給料を上げてください、ね、まずやることができるようになってから、ね、そういうことは言えってそうやって親父からもよく小さい頃から言われてたんで、ね、だからどこに行っても給料が安くてももう何も言わないね休みが少なくても何も言わない、ね、ていうかうちの親父からそうやってちっちゃい頃からもうずっと言われてたんだよね。やることをやって必要な存在になって生き止めるぐらいの存在になればいくらでも言うことは通るんだからそれまで仕事もできないのに給料が安いだ上げてくれだ休みくれだいらないよって言われるよっていうこれ当たり前のことだよ ね、 これはね。だから YouTube でも同じなんだよ。おじいが案件やっても、ねまあ、よく金額でいくらですかって来るんだけどいやいいですよって、ね、サンプルだけ送ってくださいってやってるとこも多いしあと動画の納品だけじゃないですかねお金をくれる場合もあるけども、ねこれもそうだよね。案件何個か受けてます、ね、それはコマーシャルですよって、まあ、ちゃんと視聴者さんに言ってるけどもまあ、そういったものはそういったものでね、ちゃんと割り切ってやってるけども、うんまあ今のおじいの自分の立ち位置、実力っていうものを知ってるからね、だから、まあ、効果、ね、おじいがそれを扱うことによって、その一発のドーンっていう宣伝効果っていうのはないんでね、本当。まあイヤホンだと1000円2000円ぐらいのイヤホンだとねチュパンチって、ね、売れる場合があるんだけどおじいは宣伝効果薄いからね島じゃないけどねその代わりいいものだったらね数打つババ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 バッてね数を打つ、ねまあ、そのやり方やってるのでとにかく実力がないんだったら、とにかく学歴がないんだったら体を使うしかないって、そうやってもう言われてきたので、ね、だから実力がないから数を打つ、ね、それで勝負でやってきてるん で、 でそれでもまだ面倒くさい、辛いけども、その能力のない部分を補うことはできる。だから朝から晩まで休みなしに、楽天なら楽天とかで、わーって、レンタルなら、レンタル前、バーっと。ね、そこを深掘りしてダーッとやってれば、だんだんヒットするようになるし見に来てくれる人もいるようになるしってこうやってやってるでしょ、ね、だから他の実力がある人は1本動画作ると、ね、1万再生5万再生10万再生ポンって、ね、1時間2時間の編集も入れたとしても1本でバーンって楽してお稼ぎになるけどおじいでは1日10本20本作らないと、みんなの、ね、10分の1にも及ばないので、ね、だからねその分努力をするチャレンジする、ね、そういう気持ちを忘れないで楽しんでます今ね。でそういう精神からとにかくチャレンジあるのみ、ね、チャレンジする前にああ終わっちゃったではなくて、ね、とにかくチャレンジ可能性、ね、1% 0.1% でも、ね、確率がまだ残っているなどしたならばね、チャレンジあるのにもしそこで万が一ね
七夕ゲットできたらラッキーじゃん、ね、だから本当おじいの動画を見て例えば1万人がチャレンジしてたった一人でも成功者が出たらやったねって感じで、ね、結果が出るってことなんです。まあ、今回はねものすごいたくさんの人がね突破できたっていう人がねいっぱい多いので、ね、まあ楽しいねこれね。だから本当ねこうやっていろんな方がたくさん激進している。で成功しましただと何代目やっていけました、いや激進がいけましたではわからないじゃん。だからどれぐらい激進してるのかこうやってみんながいちいち何個目何個目何個目激進激進激進ってこうやってみんな書いてくれるようになってるからね、あのちょっと申し込んで私ダメでしたっていや何回やったのってね、今までダメで何回なのってね、だからみんな通ってる人はその分だけ努力をしてるんだよ、ね、だからおじいも皆さんにこうやってねいろいろ伝えてることっていうのは努力をしてるんだよ、努力をした結果なんだよこれがね。だから努力をしてない人とかまだまだ努力が薄い人が、ね、やってるよ激進したよって言っても努力が足りないんだよ。成功してる人はさらに あなたが想像していないぐらいの努力をしてるんですよっていうことなんだよ。まあ、もちろん運のいい人もいるよ、ね、だから YouTube の世界もそうね、どんなに、ね、能力があってもウィーウィーウィーってやって、キジャウィーウィーってやってると、何言ってか分かんないしってね、どんな博士レベルの知識を持ってても、見ててつまんないと、見たいと思わないでしょ。でも、パッパッパーで、まあ、分かんない、私分かんない、へぇ、へぇ、へぇ、で、おじいちゃんだよ、へぇ、へぇ、おじいちゃん、何も分かんないけどね、みんなが教えてくれるからね、誰かできてるんだよ、へぇ、なんてね、こうやってやってると、なんかパッパッパーでもね、なんかわかんないけど暇つぶしになるなんて見てくれるでしょ、こうやってね。だからね、そういうもんなんだよ、なんかね。あとは、チーの動画って、日本中受けはしないんだけど、中国とかね、海外の方では結構、受け入れてもらいやすいんだよ、おじいの場合って。日本人って、ってしてるじゃん。で、つって。いろんな世界のやつ、CM、なんか、CM の違いとかってね、やってる子もいたよ、なんかインスタでね、やってる子もいたけど、たまたま YouTube でなんかこう、カーカーって見てたらね、なんか出てみたんだけど、日本ってね、ほんと、ウィンクみたいな感じなんだよ。ね、つまんない、ウィンクはつまんなくないよ。のぺーっとこうしてるんで、で、おじの場合って、なんかこう、ね、いろんな海外の人とのあれが多いから、だからやっぱりそのアクションが出てきたりするんだよね。だいたいこう何か見せる人たち、エンターテイナーっていうのはこうやってぼーっとしてる人ってすごい少ないんだよね。何かしらのこうアクションなんだよね。で、あとなんかこう自撮りをして気がつくと思うんだけど、自撮りをすると例えばなんか運動してたりとかね、なんか踊ってみたときに自分ではものすごくこんだけ動いてるのに録画を見てみると、あれ全然動いてねえやって、あれこんなにやってるのにってさ、そういうのに気がつくことがあると思うんだよ。よくエンターテインメントで見てる人って想像してる以上にすっげえオーバーアクションで、うわ、まあ、表情とか言ってることも全部そうだけど、ものすごくオーバーにしてやってるんだよ。だおじいね、ほらビリーとかねずっとやったんだけど毎日ね、であれ最初もうこんなに頑張ってうわーって、ね、こう見てる通りビリーと一緒にね同じようにうわーってもう同じようにやってるのに、自分の収録見ると動いてないんだよ、あれと思って。でこんなに動いてるのに何も動いてない、ね、あれと思って、でもうびっくりしたけど、オーバーアクションでね、もうグワーって言いながらやってると、同じぐらいになるんだよ。ああ、これぐらいでやってんだと思ってね。運動だけじゃなくて、何でもそうなんだよね。人にこう伝えるにしても、こうなんかアクションを起こすにしても、自分ではやったつもりになってるんだけども、実際にはそんなにやってなかったっていうことがあるんだね。だからそういったことも含めて、こういうチャレンジするっていうことは、自信にもつながるし、こう何かダメだなと思ったことに対して
チャレンジしてそこで挫折する人もいるかもしれないけど諦める人ね。でも頑張って頑張ってね、この間も13回目15回目で突破できましたっていう人もいて、そこで突破できた、成功したっていうね、それが人生の自信につながるんだよ。あ、こんなこともあるよねって。だから次に何かあった時にね、あの他の人たちはね、ああもうワコーンなんて言ってでも、ね、みんなが諦めてたらチャンスなんだよ。じゃあチャレンジしてみよう。だダメ元でチャレンジするっていうこの大切なこと、ね、これをね今の日本人みんな忘れかけてるから、うなんかこう触ったらいいなと思うんだよね、うん、まあそんなわけで、ね、まあ、必ず世の中っていうのは完璧ではない、完璧ではないから、あの交通ルールだってさ、交通法規通りに走ってたら迷惑運転になるし、あ、危ないよ、逆にね、危ない。だからモラルっていうものがあるんです。だから60キロ制限の道路でも周りがみんな70キロで走ってたら70キロにね沿って、自分が70の中で60で走ってたらここから渋滞を起こすから流れをね、あの遮断することになるから、だから流れに沿っていく。でみんなスピード違反じゃないかって、みんな掴めないかって言うと、あのみんなまとめてね、あの一網打尽で全員捕まえることはできないよね、やらないよね。じゃ あのみんながブワーって何十キロ出した中に自分だけピンポイントでみんなと同じ何十キロ走ってるのに自分だけ新ピード違反で捕まえてる、それもないよね。目立つ行動をしてないからね。あの国家公務員はあのなんかこうね、特別扱いしてはいけないんだよ、ね、あの捕まる人っていうのは目立つ行動をしている、特別な行動をしている、だから捕まるっていうね。それそれこれ時代についてねえんだよって言いながらね、あの右からガンガンをスーパーカーで追い越してね、で左からも追い抜きでガンガン行ってね、あんたもうスピーここ通らねえ、もう通らねえってね、首都高来ねえ、もう絶対走らねえって言いながらバンバン首都高走ってるし、あのもうスピードはもうね50キロで絶対出さねえって言いながらって言いながらもう60超えてるよとかねもう右から抜く左から抜くとか言ってることはってこと違うんだとかって、そういう人もいっぱい中にはいるんだよ、ね、まあいいけどね、だってチャレンジして成功する人がたくさん現れるということは人生において一番大切なことね、そこが学べてるんじゃないかなと思いますね。まあそんなわけでね、あのおじいありがとうは何もない、あのもう努力をした賜物、そしておじいはただ皆さんからの報告をまとめてるだけだから、ね、おじいは何にもしていないんだよ。あのみんなが頑張った内容、細かい内容をただ紹介してるだけ、ね、でそれを見た人が自力で頑張って努力をしただけ、ね、おじいは何にもしてないんですね、おじいはただみんなが見てくれたからね、一回見てもらうと 0.1、0.2 ね、広告費用がチャリンチャリンってくる、ありがとうねってことだよね。それ楽しんでやってて本当だ、本当おじいの方がありがとうねってこう見てくれてありがとうねってこう方なんで、ね、本当ありがとうございます。はい、そんなわけでね、元気なおじいは5月12日の1時15分かそれぐらいに申し込んでるのが、あ、今現在14日、ね、まだ放置され続けております。まあ3日ぐらい放置されるね、毎回ね。まあそんな状況でございます。で、この5月12日の日付が変わって、もう1時ぐらいに、1時前に見たときには、もう白は1回在庫切れになってました。おじいが見たときね。なので、まあ、レッドで注文して激震ばっかりしてるので今回ブラックにしてるけどね。はい、そんなわけでね、まあ台数制限ありとは書いてあるけどもね、単品の方は今現在白が在庫なし、そしてこのね、スタンド機能付きの手帳ケースの方、こっちの方はこれね、ホワイトとレッドが在庫なしでブラックオンリーとなっております。で、本当ね、もしかしたらもうキャンペーン自体が終わりに差し掛かってかかってる可能性もある。で、なぜならば申し込みが殺到して止めてる時って
定期的に復活して消して復活して消してってやってるんだよ。で今土日の間に入っちゃったからまあわからないんだけども、でもポコポコ復活しなくなったらもうキャンペーンの終了は近いかなって感じです。でただカファレンスをやって、カファレンスの中であのおばちゃんがね、いや今これもやってますって一円のあれもね、あの出してたから、あれを見てわーって殺到する人もいるけども、あれをやってて、ね、すぐに数日で在庫なくなっちゃうっていうとちょっとかっこつかないんで、あのカファレンスやった後にやっぱしばらくはちょっと本当に買えないと、うん、逆にあああってなっちゃうよね、マイナスになっちゃうので、だからねこのキャンペーン自体はもうちょっと続きそうなような気もするけど、在庫はどうなんだろうなっていうと思ってます。明日以降平日に戻って在庫がね、あの定期的にポンポンポンって戻るのかどうなのか、今ね殺到してるはずで、6月からだよって言ってるけども、なんでか知らないけどなんか殺到するんだね、注文がね。で賢い人は様子見、様子見ね、様子見の人がある。でもあもうプラザね、プラザ会社、au の会社にね書き本になるんだったら、使いたい放題になるんだったらね、無制限になるんだったら、電話の書き本はつかないけどもね、楽天リンクだったらあの書き本でしょね、だったらつってフライングで入っちゃう人がいるからね、怖いんだよね。で、まあ、おじいのところはね、それがまた募集すればネタになるんで、皆さんどうでしたか、ね、あのローミング回線に使った放題できてますかって、だいたいあの動画バンバン作ってると、やられました、騙された、うちのところは全然楽天回線オンリーで、ローミング来ないでーす、入らないって。でしょーみたいな、うちも来なかったーとかで、ね、やっぱダメだったーみたいなねそうするとね、かね、でそれ楽天回線入ってるんだったら、楽天回線使えてるんだったら別にしようがないじゃん、なんで一緒に、ね、そっちの方が早そうだから、いやうちは楽天回線が早いよって、いやうちは薄いからみたいな、こういう意見がやっぱり出てくるんで、あの両方の意見を取り上げるのやればまたそこでネタになるんだよね。まあ個人的にはどっちに転んでも楽天のネタにはなるんですよね。まあありがたいお話でございます。はい、そんなわけでね、おじいしばらく激震してたんだけどもね、楽天の話題でちょっと息吹き返してるんでね、やっぱり楽天かよもうおじいとしてはなんかね、車とかレースゲームとかね、なんかそっちの話題で盛り上がってダーンってね、音楽聴いたりとかってね、そっちの方でガーンって行ければいいんだけど、 そっちの道は険しいんでね、なんかのじいのチャンネルはやっぱこっち系のガジェットなんだな、なんか Wi-Fi とか電波とかそっちなんだなって思っております、ね、だからこういうことも含めてね、そうなんだよ、人って人生好きなことをやってね、生きていける人っていうのは本当限られてるんだよね、電波のことに関しても全然詳しくねえしね。でも面白いと思わない？おじいのチャンネル見ていろいろ学べることってない？ YouTube をやるのにはさ、なんかいろんな機材とかね、ソフトとかないとできないって、形から入っていく人ってものすごく多いじゃんね。で、なんかの話題をするのには実際買ってどうのこうのってね、まあ、あるかもしれないけど、だっておじいの 楽天の情報だってさ、そうじゃん、実際に元気なおじい楽天の会社使っての情報って何本あった？初期の頃の継承とこの間久々にやってビーンって一回やったけど、あれ以外で楽天回線を使った動画って何かある？ないよね。楽天モバイルの、くっちゃべってるだけで回るでしょ、ね、こういうもんなんだよ、何事にも形から入っていく人
これがないとできない、あれがないとできないではなくて、おじい世代って体1個あればね、体1個あれば何でもできるっていう、そういうそうやって教えてもらった世代なんでね、だからあれがないとできない、これがないとできませんではなくて、ないならないなりにね、頭を使ってやる。でその考える力がないじゃん、おじいには学歴もないし頭悪いから。じゃあ頭悪いなりにどうするのかなっていうと、視聴者さんがみんな頭が自分よりみんないいわけだから、これどうしたらいいんだろうねってね、これわかんないよって、ね、いやこれわかんねえこれはって言ってるとね、優しい賢い方がね、おじいこれはこうやってこうやってやるとこうだよ、そうなんだありがとねってね、あの教えてもらうチャンネルなんで、おじいが、ね、YouTube は何かを見てね教えてもらおうって検索するといいけど、おじいは YouTube やからみんな教えてって教えてもらってるんだよね逆なんで、これがあの逆転の発想ってやつだね。これね、先生になるにはあのもうライバルがいっぱいいるし、道は険しい、本当に道は険しい、ね、だからあのもうあの人よりも詳しくないからもうダメだって諦める人は多い、ね、でもおじいはねやっぱいろいろ見てるとヒントを得るんだよ。私わかんないって言ってても、ね、ただもうピョピョね、だか可愛くてピョピョしてればね、私わかんないってやってるだけで、わーって死が盛り上がってるし、ね、アクセス一気に1万人飛ばせるし、ね、おー、私わかんないだけでも、いけるんだなっていう、ね、そこだなーって。だからピュッピュした可愛いお姉ちゃんじゃないからどうしないんだろうなと思って、おじいわかんないってやってるんだけど、なかなかね成功しないんだよ本当、ね、世の中そこまで甘くないんだよね。またね、だまだおじいはね暗中模索で今頑張ってる最中なんです。ただね一個だけ言えることがあるんだよ、一個だけ言えること、あのね、あのおじいを散々ね、ディスったり嫌がらせするグループがあったんだよ。で、まあ、今でもねそのグループはもうグループで存在しないな、まあ、みんなもう、それでパーンってこうなってるけども、まあ、その中のね、本当ただ見るからに見しぼらしいのがいてね、なんか知らないけどパーンってちょっと弾けてた時代があったんだよ。でこう天狗になってね、でつまんないし嘘つきなんだよね。でもその時にはね、おじいは散々ライブ配信でもねボロクソ言われてた、ね、なんでと思ったけどボロクソ言われたんだよ、ね、でね、じゃあ今どうしてるかっていうと、なんかでねたまたまあいつはねやっぱりねみすぼらしいね、でなんかねとっても残念なんだよね。残念っていうか弱いっていうか、何なんだろうね、そのもう閉ざしているね、だから悪いことばっかしてるから、ひねくれてるから、だからやっぱ最終的には視聴者っていうのはで正義の判断をするからね、だからやっぱ叩かれるよね。で全部もうコメント排除ね、それをもうずっとコメント排除で、でただもうただつぶやいてるだけっていうね、みすぼらしいで、チャンネルは伸びてはいないし、コメントもないね、でなんかもうエンターテイナーとしても何もないしね、なんか前はいろんなものやったけど、なんかただそこもうみすぼらしいじいさんがね、ってなんかもう見てるだけで嫌になっちゃうような、なんかここまで落ちぶれるっていう、なんかびっくりしたんだよ最近、こんなに落ちぶれちゃったのつって、一体何がどうしたのって。でね、おじいもいつも言ってるけど、ね、諦めた段階で終わりなんだけども、継続してる最中はまだ
向かって頑張ってるんだっていうね、おじいよくその話をするじゃん、ね、あのおじいヒーローゆうきさんっているんだけど、あの人の動画がすごい大好きで、でなんか何か自己啓発型のなんかいろいろあるやつを、おじいは本を読まない人なんだよ。もうあのもう昔は漫画しか見ないんだけど、もう目が活字がダメなんで、もう目が辛いんで、でヒーローゆうきさんの場合は本当楽しい、見てて楽しい、やっぱ楽しそうに教えてくれる、うん、だからね、あの人の自己啓発型のやつを見てるとやる気エンジンがすごいかかってくるし、で YouTube ってね、今5月じゃん、で毎年の流れのバイオリズムだと、あの3月が一番アドセンスバブルがあって、12月、3月、3月、12月って多いんだよ。あの広告が増えてバーっていくんだけど、皆さんご存知の通り例のウイルスがね、から広告主がほらいなくなっちゃったんで、で減っちゃってっていうか、あのバブルがなくなっちゃったんだね。で、まあ、おじいはほら去年バン食らっちゃったしね、でバン食らってバンが開けた後にあの戻らないんだね。なんかいろいろリセットされちゃって全然戻らない。最近やっとちょっとずつあのもうゼロスタートでまた戻りつつあるんだけど、でも4月5月6月7月ってこうやっていく段階なんで、毎年この時期になるとあのおじいの動画見てるとやさぐれてくるんだよ。いやいやもうどうせみたいな感じで、あの本当ね、負のスパイラルでドワーっていくんだよ、ね、でもあのそういう時期が毎年やってくるんだよ。これがね、ちょっとごめん鼻水垂れてきた。よいしょ。年取るとね、鼻水垂れてくるんだよ最近。毎日おじい言ってるけど、ね、本当もうあのおじいの人生終わりが近い。それでね、おじい今何の話してた？鼻水なんかに気が行くと、なんかおじい今何の話してたんだろうな、今なんかいい話しようかなと思った。あ、そう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 。あの毎年この時期になるとぐわーって落ちてくる時期なんで、何をやってもダメなんだよ。何をやってもダメなんだよ。本当に。で、それでやっぱね、自分が悪いんだよね、やり方が悪い。で、大手さんなんか見てても、ダメにならないんだよね。だから、何かが、だみんなこれ、みんなこれのせいにして、大手もだから、この時期はね、こうやってね、あの時期はこういうのがあってって言うんだけども、でも、やっぱその、分母の単位が違うので、 おじいからするともうジロにしかいたまで行っちゃうので、いつもなんかやさぐれるんだね。であのネタこのネタってやるけどもヒットしない、あーダメだなーっつってね、やさぐれていくんだね。で案件を始めた時ってなんか案件来ないしみたいなね、お待ちしてますよっつっても来ないしってね。で動画を作ってもみんな見てもらえないし、みんな遊びに行っちゃうじゃん、ゴールデンウィークとかお盆休みとかね、だからみんないなくなっちゃうので、なのでね、もう何やってもダメじゃんって、もう決めた、もう明けに集中しようですよね。もう何年か前そこからスタートしてるんだね。案件やりたいし、でも案件やってもらうためには一定の人数行かないと来ないよねって考えがあったんだけど、そこでね、やさぐれて、もう動画作れない、もう案件集中、もう案件の動画しか作れないって言いながらね、案件ばっかガン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 アタックして、作り始めた時期があったんだけど、何をやってもやっぱうまくいかないんだけどもね、そういう時期ってのは。で、そうやって落ち込んでね、あ、もう終わりだなと思った時に、ヒーローゆうきさんのね、動画見て、でやっぱりね、この折れかかった心をよく修復してもらったんだね。で朝一番にYouTube の動画を作る前とかね、にヒーローゆきさんの動画一発、今日はどんな動画アップしようかなってね、見てご飯食べながら見て、うんっつってやる気にかかってね、はい皆さんこんにちはって言いながら毎日やってたんだよ。まあ、その話をよくね、過去に言ってるんだけどもね、まあ、全然なんかアフィリエイトの話で
そのなんかペラサイトがどうのこうの、ペラサイトって何ってね、意味も分かんなくて、でもあのなんかなんとか軸とかね、なんかそんな話だけど、何のことかもさっぱり分かんないけど、なんか自己啓発型のなんかアスリっていうのは、ああ今の自分に置き換えたら、まあ、YouTube でもそうだよなって思うから、それにここで変換しながら、ね、モチベーションをこう保ってやってたんだよね。でそのみそぼらし、そのねおじいを散々あのねいびってたさね、ほんとただみそぼらし、ただの粉気じじいになっちゃって、あらどうしちゃったのあなたあのかつての花高かね、輝いてはいなかったけどもね、うーどうしちゃったのってね、メッキが剥がれてね、まあ、メッキで輝いたわけではないんだけども、たまたまなんかブームに乗ってたからね。でおじいの場合昔から言ってるのが、その自分の立ち位置とか、あとあのよくほら視野を広げて自分を見るって、よく客観的にさ自分を見るっていう、よく言ってるでしょ。でおじいは自分が嫌いだったけども、あの自分を好きになれない人は人も好きになれないよっていうね、まあ、そういうこともね、あの所属した事務所から教えてもらってね、そうだよねって、まあ、ライブ配信やってる時ちょっとやさぐれた時期もあったんだけど、まあ、そういう気持ち、ね、謙虚な気持ちってやつ、謙虚な気持ちで受け入れる、一枚経っても教えていただく、学ばさせていただくっていうね、あの年取っていくとだんだん聞く耳持たなくなってくるんだけど、で誰も言ってくれなくなってくる、でもそんなおじいに言ってくれる人が出てきたんだよね。うん、なのでね、いろいろ聞き入れて、まあ、考えるようになったんだね。そうするとおのずとやっぱり変わっていく、ね、で癒し根性を持って騙してやろうって感じで、そのやってたその金髪粉なきじじいっていうのがねいるんだけど、やっぱり最終的にどうなったかっていうと、視聴者からもうね見下された、ね、そんな感じなんだね。それは腹黒さからやってたから、ね、でおじの場合はあのパッパラパーだから、あのそういう頭悪いから、その作るっていうことができないからね、だからそのまんまやってるじゃん結局。だからね、長く続けてるとそこを分かってくれるね、類や友を呼ぶ平和ないい人たちが集まってくるんだよ、ね、だからね、本当におじいさんみたいな類は友を呼ぶね、このドロドロした腹黒い金髪こなきじじいの周りには、腹黒いやつには腹黒いやつしか集まってこないんだよ、ね、だからおじい前から言ってたのはね、そのね、みんな仲間仲間とかって言いながらね、買ってお互い寄ってくるんだけど、その視野を広げて客観的に見ると、駆け出しの力のない者同士が相手を利用してやろうっていう腹黒さから近づいて、コラボとか、あとなんて言うんだっけ、みんな集まるのなんか呼び方があったじゃん、ああいうのでやりながらやるんだよ、そういうのって。でおじいはね、そういうのは時間の無駄、目標を決めてがっつり頑張ってるのにね、あれと同じだよ、受験生がさ、ね、黙々と勉強してるのに、みんなで集まって勉強しようよって、もうみんなのあれを様子を見ながら足引っ張ることしかしないからね、だからもう1分1秒ね、早く戻って勉強して塾に行って戻ってきて寝る時間も惜しいんでっていうね、それと同じだと思うんだよね。おじいはあのコツコツ努力型、足引っ張られない派なんでね、そうやってあのよく話をしてたんだよ、ね、だ本当プラスにならない。こないださ、なんだっけ、わしゃあの年上の人の話を聞くのが好きでとかってね、よく子供の頃からね、遊ぶなら年上の人と遊びなさいとかってね、いう親もいたと思うんだけどもね、うちでも確かそうだったと思うけど、学ぶことがね、多い、すごくプラスになることが多いっていう。
でそこのねそのプラスにならないダメレベル同士が談話になったところでお互いに腹苦しさを持ってお互いを褒め殺し合いながらあのかそってる者同士がかそってるチャンネルでそのせっかく自分を見に来てるのにその知らない人を紹介してであのわざわざ紹介してこの人がねって見に行ってなんて言いながらただでさえかそってるのにじゃあ見に行くって見に行っておーこっち見てくれねーよとかって言いながらお互いそんなことをやり合うんだよね。であのあーみたいになってきてだってそうするとそこでどっちが面白いか自分があるかであのリスナーを取ったら取られたなみたいなのそこでギクシャクしてお前とはやらねえなみたいにこうなってくるんだよ人間関係っていうのは。大体なんか近寄るってことは何かがあって近寄るからね人っていうのはね。そういうのを散々見てきてるのであのおじはそういうのにもね惑わされないよね。その腹黒い金髪小泣きじじいはねあのちょっとこうお山の大将でね、うん、力もないのになんかこうちょっとうっかりたらぼたでねちやほやちやほやされてねあの持ち上げられてちやほやされて利用されてたのにあのそこに気がつかないっていうね。気がついてみたら誰も周りにいなくなったっていうね。であのなんかつまらもう見てるだけでなんかあのまたかわいそうとか同情を呼ぶネタからスタートしてるんで、もう通用しないじゃないのって思うかもしれないけど、つまんないよねっていうね。とにかくその YouTube にしてもその目標に向かって継続したアップをしていればまだ挫折はしてないんだって。それってあのただあのやってることが逆なんで負け組の遠吠えにしか聞こえないんだよね。だってエンターテイナークリエイターなんだもん。作る側になってない。あのただ自分の人生の不満をこれはこれであれこれでペッペッてタンツボにペッペッて吐いてるこのタンをわざわざ覗きに来る人っていないでしょ。これ見てる皆さんで例えばねあのあね2丁目のおじいちゃん3丁目のおじいちゃん5丁目のおじいちゃんのペッて入ったタンツボ見て回るのが好きなんだっていう人いる？いないでしょ。そんなあのそんなタンツボ動画ね、うん、視聴者に問いかけてもいない。ただ自分でウェー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 みたいなね、あまり粉きじのうーみたいな顔で面白くもなってもお前もう人生疲れちゃったみたいなねこんなタンツボ動画を見に行く人なんていないじゃん絶対に。まあ、よっぽどの元好きじゃないと。だ自己満足のためのこうツイートと同じなんだね。ツイートはまだツイートなんだけど、タンツボ動画を作っててもそれはエンターテインメントにもなってないし、そのクリエイトもしていない、クリエイターにもなっていない、ね、ただのみすぼらしい金髪小泣きじじいのなんか悲しい結末をね、自分自身で処刑後悔してると思うんで、いやー悲しいかなっていうね本当で。動画も大してアップしてるわけでもないし役立ち動画出してるわけでもないしね、何もなってない。ただ昔はだった。でも一個のものを継続できない人は何をやってもダメだっておじいつも言ってるじゃん。だから YouTube でそこそこね待ってる時にあれ今あれができたこれができた来ませんかっていろんなオファー来たじゃんね。TikTok も日本と海外とかね、いろんなところから来るわけじゃん。直接オファーこっちやってくんないとかって、あとライブ配信とかさ、いろんなものが来るじゃん。でもそういうものを全部蹴ってきてるんだよね。なんでかっていうと YouTube で成功できていないのに他をやって成功できるわけがないから、そういうお誘いを受けれる時っていうのは YouTube で一個の成功の結果を出さなければ何をやっても成功できるわけがない。基本ができてないから。おじやまだ基本ができてないからどんなオファーを誘い受けても成功する自信がないもん。
地震というか気泡ができてないから、ね、だからねその YouTube1 個をね継続できていない、しっかりと継続できていない、でああだこうだあっち行ったりこっち行ったりズボラなことを考えるやつほどね、楽にこっちの方がこっちがやつの方が儲かるかなって言いながらフラ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 してるやつ、これねあのパチンコとかああいうとこもそうなんだよ、ね、おじいも昔そうだったんだよ、ね、3000円とか5000円持ってて300円のね試し打ちでね、この台はどうかな、こっちだったら出るのかな、あっち出てるのあの人の一向きだったらいけるかな、こっちでやってる間に手持ちのお金が試し打ちでなくなっちゃうの3000円、あーあっつって、だ3000円あるんだったら、おじいの話に出てくる先輩っていうのがいてね、で負けない、その人はもう今日はこれっつって決めて、もう追う動かない、もうこれっつってね、でやってるんだよ、その日勝てなかったら次の日も追っかけるね、設定判別しながらね、こうやってやってくるんだね。だから本当ダメパターンっていうのがあるわけで、おじいはそのダメパターンにあハマってたなっていう、ね、だから今おじいは人生でやっと今気がついたね、もうあれがいい、あれこれがいいって、だから昔何でもそうじゃんね、今ネットワークビジネスのなんかニュースでアメーがどうのこうのってあったけど、アメーが始まって入資金が出てきてハーバーライフが出てきてピナクルとかなんかね、化粧品はなんだっけ、なんだっけね、泡立てでかかってあったじゃんね、5種類かかってた、でああいうものが出た時にね、要はピラミッドの上で儲かる人といつも利用される人の違いっていうのは、ね、還元率、アムウェイは還元率何パーセントなんだけども、これは、ね、何パーセントなんだよ、こっちの方が還元率がいいんだよ、同じやるんだったら還元率の高い方やってみませんか、そうなんだ、こうやってやってると、今度違う新しいのが出て、これ還元率こうだけど、うちの還元率はもっと上なんだ、だったらこっちをやった方がみたいな、こうやって一箇所で結果できない、結果を出せない人は、その条件が、こっちとこっちとってね、そう言って、結構破産して終わるんだよ。で、還元率が悪くても、ちゃんと活動してる人っていうのは、数多く売れるから、還元率が悪くても、利益を出せるんです。だから、一人も紹介できないとか、物が売れないっていう人は、還元率が高くても、ね、還元率が 50% だから1個も売れなかった。じゃあ還元率が 70% のところに行けば、じゃあ売れるのか。売れないんだよ。じゃあ還元率が 90% のところに行ったら売れるのか。売れないんだよ。じゃあ還元率 99% のところに行ったら売れるのか。売れないんだよ。売れないんだよ、これが。でも物は売れないし、じゃあ今度リクルートして、99% の還元率だからやりませんかって言ったって、99万円で、何やるの、どうやってやるのってね。で、何万魅力なんですけど、でも 99% なんで、って、なんかわかんないけど、やめとくわって、こうなっちゃうわけじゃん、結局ね。だからね、このダメな人っていうのは、条件ではないし、素材が何だからダメではない。自分自身がダメなんだってことに気がつかないと、ダメなんだよ。だおじいは、自分自身がダメなんだっていうことに気がついたんだよ。ね、ああダメなんだ、ね、だからあダメなんだなって、じゃあこのダメだからじゃあどうしていこうかなってね、今度そこに謙虚な気持ちね、今までは意地になって指揮通してきたけども謙虚な気持ちね、で視聴者様の意見に耳を傾けるね、で教えていただいたらね、ちょっと試してみるとかね、こういうことをやりながらだんだん覚えていく、おじいちゃん見てるとだん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 ね、ちょっとずつではあるけども、ちょっとずつね、視聴者さんに成長させていただいて、いろいろ賢くなっているよね。ね、なのでね、これができないと、そのただただみすぼらしいただの田舎者のしみったれた金髪粉なきじじいが、タンツボ動画を
作りつけたとしても、それをプラスになる人は誰もいない、ね、そこに気がつかなければ、ね、だからおじいはね、散々柳に合わされた金髪小泣きじじいとか存在してるんだけど言わないよ、ね、名前出さないよ、おじいが晩になったらね、ここぞとばかりにね、ネタにされたりとかね、されたけども、おじいはそういうふうに、ね、名前出してやらない、おじいはね、うん、心の中ではあるよ、やかみたいになんかね、冷たいビール買ってきて、ね、金髪こんだけじじい、どうしたの、うわ、できたけど、どうしたの、うわ、できたけど、なんか宣伝テレビ負けてるの、何、コメント出たんだって、抜かされちゃったの、プシュー、おいしい、ねえねえねえ、今どんな気持ちいい、ねえ、負けちゃってるんじゃないの、どんな気持ちいいってね、こういう動画を一本作ってやろうかなと思ったんだけど、おじいはそういう発想ない YouTuber ではないので、やらない、おじいはね、ね、羨ましい、本当に羨ましいね、おじいがね、バン食らった時ね、もうバン食らうたびにね、おじいが羨ましいよ、って言いながらね、食ったもんでも使うね、羨ましい、だって YouTube をね毎日やってると、あらこうだで割れてね、何もできないし、ね、まあね、まあ、バンになってでも羨ましいよ、だって時間が自由になったんだから、やりたいことができる、行きたいところに行ける、ね、今までできなかったことを、ね、ずっと割れたものから解放されて、ね、うらやましい、いいなぁなんてね、で、嘘がまからまたネタでね、無職になりましたみたいなね無職になったの、ね、でもどうせなんか地域のなんか小銭稼ぎでどうせなんかやってるんだろうみたいなね、でもそのまた、ね、無職になりまして、くんてびしくてね、あ、羨ましいね、無職になったのね、あーいいねってことは時間はいっぱいあるわけだからね、平日に温泉に行ったりとかもできるし、ね、普段混雑してて、並ばなければ食べられるものも食べないし、羨ましいな、元気なおじいは朝から晩まで、練習動画を作らなきゃならないから、ね、いやー、羨ましいな、無職になりましたって、タツも入って、自由な人生、残り人生少ねえんだからさ、好きなことやる時間だけは、羨ましいな、おじいは今時間が欲しくてしょうがないんだよ、ね、でも、まあね、まあ彼には彼の人生があるわけでね、まあ頑張ってほしいと思うよ、おじいはね、ね、まあいいんだよね、いうね、こういう気持ちを普段ね出さないでしょ、ね、だからおじいは抑えてる、だから言わない、今これ夢の中のお話なんだけどね、夢の中のお話なんだけども、ね、まあ、メッキは剥がれるっていうか、で そこでね、その夢の中の金髪こなきじじいは何を言ってたかというと、 YouTube にしてもね、才能の話を言ってたんだよ、でこうやって継続できる、こうやってやってもね、クリーム整理できる、へへへへへなんてねバカだなと思って、この夢の中の金髪こなきじじいはバカだなって思うんだよね、まだ気がつかないのね、お前は嫌われているんだ、人から嫌われているんだね、だから嫌われることをしたん、でも嫌われることをしたとしても、人っていうのは復活はできる、でもお前は人を嫌っている、そうでしょ、コメント欄を閉じてしまった、人との接触を閉じた、
人を嫌っている、人を嫌っている人に人は寄ってこない、ね、そういうことなんだよ、あれ大事なことね、気がつかないんだね本当で。まあ6年7年やってればね、それは飽きる、みんなもくたびれたで飽きてね、みんな辞めていくんだ、ね、でもこうやって継続してるな、またこれも才能受けねえへへへへだってね、バカなこと言ってんじゃないよお前エンターテインメントもしてないし、クリエイトもしてないし、こんな短粒動画作ってただ見しばほんのね一瞬でもね、ネタでね、ね、いろんなことを言われて、嫌がらせされて、いびられて、悔しい思いをしたけれども、でも、この業界、やっぱり数字を出したもんが上なんだ。ね。結果ありきなんだ。っていうことを言ってたやつなんで、うん、おじいはその時に悔しいけども、当時の視聴者に言ったらね、なんかこんなこと言われたけど、悔しいけど、でも確かに今のおじいはチャンネル登録人数もないし、視聴率もないし、ね、うん、数字で負けてるから、芸能界もそうだよね、つって、ね、やっぱ売れたもん勝ちだよね、っていうね。悔しいけども、今何も言えないね、ってね。あの悔しさを、ね、飲み込んだ。ね、涙を飲み込んだ。あの時のおじいを見ていた方、一人二人ぐらいいらっしゃるんじゃないの？今に似てるよ。そのうち目気が剥がれるさ。面白いこともなんともねえし、この嘘つき野郎め。ね。でもおじいは、そのまま素でやっていく。ね。一匹狼でやっていく。まあ、そんな感じで、あれから月日が結構流れたんです。ね、で、まあその間にね、またバンク食らったりとか乗っ取られたりとかもしたけれどもね。でも今こうしてね、蓋開けてみると、何度潰れてもね、やっぱこのやる気さえあれば、行動を起こしていれば、やっぱり人はついてきてくれる。ね、見てくれる人がいる。これをね、おじいは身をもって証明してるんじゃないかなと思うんだけどね、ただ頑固な田舎者のただの金髪こなきじいの短粒吐いてるだけではダメだね、うん、だって上から目線で天狗でお山の大将なんだもん、ダメなんだよ、ね、謙虚な気持ちで自分をね変えていこうかなっていう気持ちを持ってコツコツと努力をしないとダメだね。今現在見たくなかったんだよね、そこまで落ちぶれるのを。そこまで落ちぶれるっていうのは当時予測してたから、どうせこうなるよなって言ってたけども、でも現実的に想像をはるかに超えたみすぼらしさになってたんだよ。まだ消えてない時はまだマシなんだけど、でも、短粒吐きで、YouTuber 気取ってるので、それを継続してると、じゃあいつかまたブレイクするのっていうね、どんな要素があるのっていうね、いやー、見えてこないし、そこまで落ちちゃったのって、おじは想像をはるかに超えたあれなんで、まあ、本当優しさでね、気がつけよっていうエールを送ってあげようかなと思ったんだよ、ね、本当、まあ一時ね、一時そのおじいも昔頑張ってたのは、まあ、散々その悪いグループに叩かれていじめられて、ね、でもあの時に、この野郎っていうのを数字で負けていたからクソって思って毎日メラメラしていたっていうのもあったからね、あれがやる気エンジンにつながっていたので、ね、なので、まあ、あの時のやる気エンジンが
ね、通常のやり方でやったらどうかなと思って、まあ、あれだけ集団で、ね、いじめられてたんで、ね、うん、で逆にあれが結果的には、ね、おじいはプラスに変換したからね、うん、ね、まあ、そのお山の大将で、ね、その小さな世界の中でお山の大将をできていれば、まあ、満足なのかもしれないけれども、まあ、そのまま人生閉じちゃっていいの？で、おじいは最後にね、呼びかける一人になってあげるよ。調子に乗ってたよ、金髪こなきじじい。おじいが伸びてない時とかね、あの集団で人を使って攻撃させたりしてる時にね、静岡まで行くぞ、ぶん殴るぞみたいなね、なんか、そんなようなことも言ってたな。本当、調子に乗って。みそばらしいの。あの勢いはどこに行ったんだいって言って、ね、だからね、本当、腹黒い、ただ、その腹黒いものが今の世の中を制している。いろんな詐欺でも何でもね、そうなんだよ。悪いものが勝てる世の中になってしまってる、政治家でも何でも。でも一個だけ言えることは、おじいつも言ってるじゃん、法律しても何にしても、法律は詳しいものに優しい、正義の味方ではない、詳しいものに優しい。だから犯罪者は法律の味方につける。そう、脳があるものは、要は賢いものは何でも味方につけることができるの。逆に言うと、脳がないものは何をしてもダメなんだってことなんだよ。わかる？これがおじいの答えなんだよ。食えってみんなが何でも2年も3年って飽きるよ。でやめてくんだよ。こうやって6年も7年も、こうやって、まあ、なんだかんだ言いながら、こうやって継続してアップして、うん。これも、能力なのかもしれないね。なんてね。バカ言ってんじゃないの。悲しくなっちゃうな、ほんとな。ほんとね。才能ではない。ね。才能ではない。うん。要は、ね、だったってことなの、ね、なら周りからお山の大将でちやほやちやほやあげられて、ね、いい気になって、でメッキが剥がれて、ね、捨てられて、ね、悲しいね、本当ね。そこまでおじいはそこまで落ちぶれないな、本当。おじいもよくこう波があるから落ちるけど、そこまで落ちない。なんで落ちないのかっていうと、腹ぐらい悪いことしないもんだって。もう頭悪いから、失敗したりとかミスはいっぱいするよ。でも腹ぐらいことしないもん、おじいは。そこの違いなんだよ。ここがクリーンかね、どす黒いか、それだけの違いなんだよ。だから瞬間的に腹黒さからバーンと一括千金して終わってみそばらしくなるのか、ね、それともクリーンな気持ちでね、コツコツと努力をしてね、いい視聴者さんに囲まれながら、ね、おじいのチャンネルを見てごらんよ。視聴者さんからシーチキンは来るわ。おじい、私は今カレーにハマってるよ。おいしいもの食べてって、チャリーってね。だけど、ストーコズがおじい投げてくれる優しい視聴者さんもいるし。ね。今日カレー買ってこようかなと思うんだけど。ね。こうやってね、視聴者さんの愛に包まれている。金髪こなきじじいの、あの当時の周りの愛に見えたもの、
本物の愛だったのかい？どす黒い、どす黒い見せかけの愛だったろう、ね、何が仲間だ、何が友情だ、ね、何がリスペクトだ。結果を見ればそうなったろう。おじいが言った通りの未来になったろうっていうね。まあいいや。おじい、今回の動画腹黒くなってるよ。人間誰だって腹黒いところあるんだよ、ね、ただおじいはね、救ってあげたいんだよ本当。どんなに腹黒くて悪いやつでも、おじいの人生の中で何かしらで関わった、ね、で屋根にあった、でも見てられないぐらいに落ちぶれた、想像をはるかに超えた落ちぶれ方をしていた、ね、なのでまあさすがにね、同情をはるかに超えてるけども、でも、うん、お前はやればできたんじゃないのかっていうね、うん、でも腹黒く利用してたから、実力がないからっていうか、頭使わないからっていうか、そのいろいろ考えて考えて、裏の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 って読んでてやってたから、どっちが表でどっちがあるか分かんなくなっちゃった、ね、だもうちょっと素直に謙虚な気持ちでやっていれば良かったと思うんだよ、ね、うん、まあ残念だね本当ね。なので、まあ、何かの刺激になってくれればいいと思うけどね、うん、まあ、でもまあ羨ましいよ本当ね、うん、だっていつでも開け、開け、もうパンって捨てられる、ああもう YouTube やんなくてもいいやっていう、そこまでの諦められる状態にあるわけだし、まあ短壺を吐く時間があったら散歩行く時間もね、作れるわけだし、まあ、羨ましいと思うよ。YouTube に追われてるとね、本当やりたいこともできないし、ね、あっという間に時間過ぎちゃうし、ね、まあいいじゃないの、いろいろ。ね、まあそういうことです、皆さん。ね、で。やっぱりそういう世の中でね、みそぼらしく腹黒くて本当に散っていく、ね、まあ、そういうものが存在するんだよっていうことを、まあ、おじいの視聴者さんは、あ、そんなこともあるんだねっていうね、そんな夢を見たんだねって、まあ、そういうことを思ったらね、今一度、ね、考える、そういう時間を持てたんじゃないかなと思います。これが今回のね、またネタの一個になったんだったらね、暇つぶしにもなってくれればなと思いました、うん、ね、まあおじいは絶対平和主義なんでね、本当、まあ、うん、残りの余生をね、まあ、満足に行くように、過ごしてくださいってね、お疲れ様でした。またね、その金髪こんなきじじいに言いたい、お疲れ生でした、もういいよ、ね、もうアップしなくていいんだよ、チャンネルも閉じていいんだよ、アカウント閉じていいんだよ、もう何も取られないで安心して、ね、畑で、ね、その日の食べるものを作りながら、ね、平和に過ごしていただきたいなとおじいは願います。はい、それだけでね、ちょっと横見しちゃったけれども、ね、楽天モバイルも皆さんね、初年次あるのみ頑張っていただければなと思います。はい、時間もクリオク11時になりました。終わり、皆のもの解散、またね、バイバイ。